長官からの通信です。直ちに司令室に来てくれ。君に頼みたいことがある。マッターホルンに出現したフリーザの宇宙船付近で怪しい人物を目撃したという報告が届いた。もしかしたらカインかもしれない。君にはルフィ、サンジと共にその調査に当たってほしい。あくまで偵察が目的だ。くれぐれも無茶はするな。完了しました。うひょー、いい眺めだな。おい、遊びに来たんじゃねえんだぞ。サンジ、腹減った、海賊弁当。だから遊びじゃねえって言ってるだろう。
早速お出ましか。サンジ、行くぞ。平気か？しかし雑魚しかいねえな。誰か助けて。レディの姫？やめて。そっちか、待ってろ。今あなたのナイトが助けに参ります。なんだ。大丈夫ですか、お嬢さん。あなたは？君を守るナイト、サンジと申します。すぐに片付けますのでご安心を。おらじゃ、あっちはサンジに任せて、俺たちも行くか。
これじゃあキリがねえ。ルフィ、ここは一旦引くぞ。失礼、マドマゼル。よく戻った。その女性だな、ベノムズ兵に襲われていたというのは。ああ、お嬢さん、しっかりしてください。うん、ん、こいつなんか持ってるぞ。これはなんだよ、びっくりすんだろう。すまない、だがこの本は。おいおい、どうしたんだ。まさかベノムズの指揮官が持ってた黒い本だって言うんじゃねえよな。そうなのか。いや、まだわからん。だが念のためだ、調べた方がいいだろう。わかったよ。このレディーが目覚めたら教えてくれ。俺がとっておきの料理で元気づけてやるからよ。サンジ、俺にも食わせろよ。わかった、待ってろ。